何をしているんだい。魔女になんか構うんじゃないよ。Who's this? ルビーアイ。用は済んだんだ。さっさとおさらばするよ。あれを完成させなきゃいけないだろう。I think I might be able to see why she might be called Ruby Eye. I mean, other than the big giant jewel thing on her. Look at one of her eyes, look red. One that's kind of covered with her hair. Ah, 了解だ。野郎ども、引き上げるぞ。はい。彼女も。エビル・レイヴンの分からない。目が合った瞬間、冷たい手で心臓をわしづかみにされたように感じたわ。そうですわね。とてもすごい威圧感でしたわ。デュランドルが従っていたということ、あれがエビル・レイヴンのトップなのか。なんだ、急に目が回って。おいおい、どうしたんだ。しっかりしろよ。意識を失っているようですわね。まあ、こいつにしてみたら魔力を使ったというだけじゃなく、ショックを受けっぱなしだったしな。ええ、そうね。彼にとってはまさに人生観を丸ごと覆されるような出来事の連続だったのでしょう。A lot has happened to him today. He's had a busy day. このまま放り出すわけにはいかないわ。ネグラまで連れて行きましょう。He's basically died. He's come back to life. Finds out he's a witch. He tries to go back to his own people, but they throw his way like, "No, you're a witch." Or kill you. Can't do that. There's so many things that's happened. He's had a busy day. Oh, 待ってくださいな。連れて行くなんて言いますけど、その方気を失っていますし、私たちには関係ありませんわ。ええ、そうね。でも私は彼を捨ておいていけないわ。Vanessa seems like quite the nice lady. Maybe a little bit too nice. 心配しないで。私がおぶっていくから。彼を。私は。Laugh at that. Just like I'm not gonna touch him. ええ、わかってる。カリカロ、よろしくね。なあ、本当に連れて帰る気か？ラポネットは無事に取り戻したんだし、もうそいつに用事なんて。彼はもう人間じゃなくなったのよ。私たちと同じ魔女になってしまったの。こうなってしまった以上、もはや人里に彼の居場所はないわ。確かにそれはそうだけど。分かったのなら早くしてちょうだい。仕方ないですわね。ほら、乗せるぞ。ただいま帰参いたしました、ベルゼン法王。こうかか、よくぞ戻った。Now that's one ugly dude. That is a huge ass hat, though. Holy crap.He has some huge earlobes, too. 無論魔女の討伐は果たせたのであろうな。どうした？何を黙っている？大変申し上げにくいことながら、予想外の事態が勃発したため、一度引き上げざるを得なくなりました。ほう。では、何があったと申す？
エビル・レイブンか。奴らについては多少派手に暴れるのには目をつぶるよう言っておいたはずだが。いえ、エビル・レイブンではございません。まことに遺憾ながら我が騎士団に魔女が潜んでおりました。騎士団に？ではその女の名を教えよ。その者の名はゼフィー。男の魔女？はい、その通りです。奴は魔女たちに寝返り行動を共にしております。 Well, I don't really I guess I wouldn't really say he defected to them. それは面白い。ペルゼン法王、笑い事ではありません。シャルドス騎教か。言いたいことがあるなら申してみよ。は、恐れながら申し上げます。もし騎士団の中にそのようなものがいたと信徒たちに広まれば大変なことになるかと。それもそうよな。コーベリアよ、すぐさまもう一度赴き、そのゼフィーとやらを捕らえてまいれ。は、かしこまりました。さて、シャルドス騎教、話は聞いたな。はい、ペルゼン法王。すぐにゼフィーとやらの家へ行き、魔女の手がかりをすべて押さえよ。はは、ペルゼン法王の御心のままに。これで法王の許可も、あとは本人を捕らえれば。団長！なんだ。あの、ゼフィーはどうなるのでしょうか。おかしなことを聞く。今さら助かるとでも思うのか。それはもう用は済んだな。それともまだ私の時間を奪うつもりか。いいえ、失礼しました。どうだゼフィー、法王庁にも騎士団にももう貴様の居場所はない。震えて待つがいい。いずれ貴様は私自ら徹底的に拷問にかけてやる。 Madness level? Okay, so that's what that said. Assuming that means there's multiple endings to this game? Minessa, daijoubu desu no? Iki ga midarete imasu wa? Ishiki no nai karada touyou no?意外と重いわね。やっぱり得体の知れない男なんて捨ておいたらどうですの。捨ておくにしても今更だろう。ミネサ、何だったら私が変わってもいいぞ。ありがとう。でも平気よ。
連れて帰るって言ったのは私だもの。それにネグラまでもうすぐだから。今戻ったぞ。ただいま、みんな。ミネッサね、カリカロね、ラッポね、おかえり。So these must be younger witches, I'm assuming. ただいま戻りましたわ。またこうしてみんなと会えて本当に良かったですわ。Now don't go getting yourself captured again, Lapineta. ラポちゃん、何かあったのですか？そうね。話すと長くなるけれど、一時はもうここに帰ってこれないかとさえ思うことがありましたの。ほえ、それってミネッサ姉が担いでるその人と何か関係があるの？なんだこいつ、男じゃ。あのおっさんと同じ情報屋か？彼は情報屋さんではないわ。ラポネットの件には関係があるけどね。あわ、そうなのですか。へえ、こいつ一体何したんだよ。みんないろいろ質問したいだろうけど、少し待って。ひとまず彼をソファーに。ちょうど目を覚ましたみたいね。ここネグラの中にある私たち魔女の住処だ。気絶したお前を担いできてやったんだぞ。感謝しろ。あら、担いできたのはミネソだと思いますけれど。うるさい。細かいことはどうでもいいんだ。ここは魔女の住処。騎士団の一員だった頃、血眼になってこの巣窟を探したものだ。まさかこういう形でこの場所を訪れることになろうとはな。それでそこの女の子たちは？私たちが面倒を見ている魔女の卵よ。妹なの。今は満足に動けないと思うが、もし私たちの妹に手を出そうものなら。You dare think of touching these girls? Oh, you're gonna wish you were. 安心しろ。小さな女の子に暴力を振るほど腐ってない。ふん。ミネッサね、どうしてこの人をここに連れてきたの？今から説明するわ。彼はね、私たちと同じ魔女になってしまったの。竜狩りの途中、ラポネットが鎮魂騎士団に連れ去られてしまってね。私とカリカロが必死で追いかけている途中で、その騎士団からはぐれて竜に殺されかかっていた彼を発見したの。治癒魔法も効かないほど弱ってたから、思い切って竜の血を飲ませてみたんだけど、そしたらその男魔女になっちゃったってわけ。キモグロス。男の人が魔女に？これまで読んできた本にはそんなこと書いてなかったけど。ブチトットでもそういう例を知らないのでしたら、やはりこの現象はとても特殊なようですわね。 Rare or it's either very rare or he's the first. でもさ、こいつ
髪の毛の色がもともと一部薄かったじゃないか。それに本人が気づいてなかっただけで魔女のあざもあったんだろう。竜の血を飲んだせいで魔女の脂質が突然変異的に開花したってだけじゃないのか。そうね、その可能性もあるかもしれないわ。おい、勝手なことを言うな。俺にそんな資質なんてない。そうは言うが、じゃあお前は自分が魔女になったことをどう考えてるんだ。だからこれは何かの間違いであり、忌まわしき偶然がもたらしたものだ。あなたがそう思いたいのならそれでいいと思うわ。何を信じようと魔女になったという事実に変わりはないもの。そうですわね、カリカロの言葉もただの仮説にすぎませんわ。とにかく彼はもう人里へは戻れない。だからここへ連れてきたの。それで俺をどうするつもりだ。帰るあてがないのでしょ。それならしばらくここにいればいいわ。待て、それでは答えになっていない。勘違いしているようだけど、あなたを利用するつもりで連れて帰ってきたわけではないの。それならなんで。とにかく私たちに害を及ぼすようなことさえしなければ、特にあなたの行動に制限をかけたりはしないから。もしかして純粋に行き場のない俺の身を案じてくれているのか。 I wouldn't say they. It was mainly Manessa's decision. The other ones, they kind of just wanted to leave you.モネはモネなのです。よろしくなのです。 Hello, モネ。私は認めないからな。元気になったらさっさと出てけよ。こら、チキータ、初対面の人に悪態つかないの。私はプチトットです。チキータがごめんなさい。いや、気にしなくていい。申し遅れたが、俺の名はゼフィーだ。うわ、変な名前。だからチキータ、やめなさいってば。さて、これからどうすべきか話し合いたいんだけど。切り捨てられたとはいえ、彼は元騎士団ですし、今後の法王朝の動きが気になりますわね。今後はエビル・レイヴンの情報も欲しいところだな。あそこまで面倒な奴らだとは。ただあいにく情報屋さんが来るまではしばらく日が空きそうね。情報がもらえればいろんな判断もしやすくなるんですけど、今動いても空回りになってしまうかもですわ。じゃあ道具屋にでも行ってみるか。何かいい品が入ってるかもしれないし。と、その前に探求堂に寄って久しぶりにズバーハの顔も見といてやるとするか。そうね、行ってみましょうか。またどこかに移動するのか。そんな大げさなもんじゃない。ねぐらの中にある店に行くってだけだ。なるほど、ついて行っても構わないだろうか。ええ、せっかくだからズバーハやニャルモにあなたを紹介したいと思うの。 Two more witches? 確かに早い方がいいな。面識もないままねぐらの中でズバーハに会ったらお前なんてすぐ殺されるだろうし。じゃあ行ってきますわ。すぐ戻るからいい子で待っててくださいな。はーい。
which is down. Adventure in the Home Tree. Oh, now we can do bardic formation thing. So this must be how they start when you start battle. Standard one, they just all start in the mid. Increases every perimeter by 3%. Okay, so it only gave me 2 Saint Armors for so long. Means I would have to use one of the others. So I guess Garment of Judgment. And Boots of Judgment. I guess not all the characters will not be OP. Weapon slash, hit, pierce, shoot. Attributes wind, dark, water, light. She doesn't have enough to complete that one. Ah, I see which one's keeping it. Thank you.
Thank you.